お疲れ様です。今日はですね、こちらのこがちゃんやっていきます。というわけで、またなんか新しいね、ちょっと枯渇デッキが使われてるんでやっていこうかなと思います。上位の、OP サムですね。はい、海外プロプレイヤーの SK OP サムが使ってますってことで、なんかアウプリでもないし、アウトロムートでもない、なんかいないっすねプリンスとかムートがいなくなって、代わりマイティーゴーストでヤリゴブギャングっていうね、陸しかおらんやんっていう、フキアとかもいないんで、いやマジね、ペッカの皆さん、あのこれが増えたらかわいそうなんですけども、まあでもマジアチャとか、おいマザで行くよ、こういうのは厄介になっていきそうみたいな形ですよね。まあでもゴーストがねやっぱ強いね。そう、マジアチャにもマザネクにもだし、なんか流行りのヤリゴブギャング、アウトロー、こういう系にも強いんで、これ1コス使わせるか、これで。まあ使わせて強いんかわからんけど。さて、どうしようこれなんかできることいっぱいあるな。さあ、まあ暇なんで、これマイティ爆破もいらないな。多分爆破しない方が削る。あれ、おい、さあこれだけでなんぼだ、1000ダメで、アウトローでメガナイト受けて、メガナイトはね、アウトローとかマイティに弱いんで、さあこれなんかやりたい放題じゃない。どうしよう、マザネクいたなどうしよう、池飛ばすか、池飛ばして考えよう。まあ呪文チェックもしてないんで、相手の。さあ矢波、今回の相手が矢波なのが分かる。さあガーレがすぐ入るね。ハッシュ、え、いや入りすぎだろ。ハッシュマヤリゴブで、まあ、マザネク来るかもしれないんですけど、まあまた同じ、うん、メガナイト、マザネク、ゴルナイですね。こうマザネクいるんで、ハシマイギャングとかもね、やりにくいよね。エレキとか来たら嫌だよね、と思ってたんですよ、ちょうど。ちょうど思ってたんですよ、俺は。いや、けどよ。いや、マイティお前強えな。よいしょ。さ、マイティいることで、ゴレとかその辺にもね、戦えるっていう。まあ、暇なんで、一旦後ろで。うわ、相手、陸行きがねえらしいわ。マザネクで直で受けてるもんな。陸行きが狂いそう。なんかもう狂いそうじゃないめちゃくちゃしんどいって言ってる。さあマイティでも対応できるし、これエレキ来たらなんか出せばいいんで、もうこれだけで終わりっすよ。めちゃくちゃなんかゆっくりね、のらりくらりと戦ってますけど、なんか相手がどんどんきつくなってるのだけはわかる。さあこれ回んないっすよ、嫌な目が。エレキで終わるか。さあでっていう、暇っていうね、クラロワにおいて珍しい、暇になっちゃう。さあこれね、走り忘れてるよな、ほんと。まあこれね、ちょっと苦しいような気もするんですけど、苦しいのはどっちなんだいって話なんでね。さああのエレキな、これ簡単に行かれるのやだね。いやマジでさ、このウッドプカツが何枚あるんだって話なんで。よいしょよいしょ、まだ決め手にかけるかもしんないね、ロケとかがないんで、その最後の最後の削りみたいなところが大変にはなってくるかもしんないけど、まあ言うてその程度みたいなとこあるよ。さあ矢波、うい、矢波使った。なんかいつか本気でやりに行かないといけないね。ゴルナイも行ってさ、なんかいっぱいいるんだよね。でもメガナイト、お、さあアウトローもセパもできるし、これライトニング来そうっすね。ってことはこのヤリゴブリンが来ない。これも行きゃいいんじゃね。やばいかなこれ、鬼のチンパン。さあ逆サイ攻めて、いやこのデッキね、多分使いやすいさ。俺だってもうなんか分からんけど、なんか恐る恐る今プレイしてるっすもん。あーマジで神山、いやもうマイティ最強。お、相手来た、今しかねえっていうね、攻めてきましたね。これもうね、でもすげえ枯渇枠多いな、この枯渇。よいしょ、もう本気でね、まあ、ゴルナイも
マズネクもいて矢の雨もあっての今回これなんで、普通に相手がウッド持ってないマジでテッカのガゴ型とか引いたらボッコボコどころじゃない。いやなんかはい、ウッドをね、ウッド足んなくなるデッキです。まあなんか呪文がないんでやっぱゴレとか形組まれると厄介になるみたいなところにはもう序盤からゴリゴリいってもう2本折って1本は取られてもいいやプラン、 2-1 とか、まあ、3-1 で勝つイメージでもう序盤からゴリゴリいくのもありっすね。さあリキちゃんは人技かよいしょ。さあマジアチャーはねこうプリンセスで意外と仕分けるんでね、射程がねやっぱプリンの方が長いんで、これ延命したいね、せっかくならタル使ってるし。おー、いやムートだ。さあちょっと特殊な人形使っておられる、やりごぶ一発マジアちゃんね、ムート、いや珍しいですね。タル回ったかな、ワンチャン回ってないけど、いい力だ。さあこれヤリゴブに対しての呪文がないっぽい。これ今相手ね U のやってますね、端前コスト使っちゃってんで、これ結構いけるタイミングっすよね。さあまあ許容されたんで、今でもこれ4アドか3アド取ってます。まあ、結局マジアチャ対応するんでトントンにはなっちゃうんですけど、俺のユニット1体分浮くんで、まあエレキとかかな、ムーとか。さあタル、これタルババと、まあ、もう一個の呪文次第なんですけど、低めヤリゴブめっちゃ強いかもね、低めギャングとか。さあ許容される、これマジね、このマジアチャがやばいよな、マジアチャやばいんだけど守ればてか相手のこの陸デッキに対しての俺のこの陸の量がやばい、陸しかいないじゃないですか、だから全部なんとかなっちゃうっていう。いや目いいな。でマイティがね強いんですけど、エレキに射抜かれるっていう弱点があるんで気をつけないといけない。エレキじゃねえわ、なんだっけ、あのなんかあのカードに射抜かれちゃうんですね、マジアチャね。あれあぶねえ、いやめっちゃいい攻めきてる。さあ危ない、なんかダメージめっちゃ負っちゃったっすね。さあ横のタルが強い、一発許すか、いやいいタゲ。さあこれお互い多分呪文がないんで後ろユニットがね超強いっていう試合が繰り広げられてる。おお、あれバルンかい。さあタルバン見てる、これでも5あるってことでやばいっすね、削んなきゃ。バレてるかな、バレてなかったです。マジアチャ工事を来るだけ安ね、削りで逃げたい、マイティの爆破で稼ぐ、めっちゃ高めに止める。うわマジで入ってる、アホやん。ユーノが走るやん、アホやん、やばい。こっち強できる、
いやこれファイボなんでマジギャングめっちゃ強いっす。いや左の方が入るやつクラロワあるあるね、攻めてる逆の方が入っていく。いや危ない、なんか形の組まれ方がうまかったですね。なんか気づいたら俺こんなにユニット陸しかおらんのに、呪文無視そうないから陸系しかないのに、なんか陸系なかったもんな一瞬。端前タップされてましたね、危ねえ。いやでもさすがにね、さすがに陸に関しては陸対決では強いはず。すげえやなマジ、陸系しかおらん。ようこのデッキになったな、施設も入れないっすもんね、ファイボとかもね。サイスウィズってことはトルネードがね間違いなく入ってると思うんで、まあスケラかクロスか、は小屋なんで、あ遅延スケラの五分小屋なのかな、もしかしたら嫌なパターンとしてはちょっとあるっすね。まあちょっとコストやっぱ低コストでこれ回るんで、序盤ゴリゴリいっていい気がするっす。そういうセパする、スケキン。ギャングね、でまあトルネ持ってると思うんで、キングキド嫌だけどこの位置キングキドされちゃうっすね、やべ。わあよかった、されなかっただけ幸せっすね。さあ金魚されなかったら相手がトレン使った瞬間にもうぶっぱでね、いやもうそれ嫌だな。ポイズンかなプリンには。残んなかったか、おいそっちが残るんじゃないって。いやー気をするか、スケキン持ってた。いやでもこのアウトローとかマイティで端前止めてスケラの浮きにはヤリゴブリンがあるんで、この相手のスケラ自体はそんな入んないと思うんですけど、まあ俺の攻めも入んないっていう、ただそれだけっす。なんでちょっくら攻めていこうかな、キング起動されたくないんで。めちゃくちゃ急に行くやんっていうぐらい行くんですけど、いやでもゴースト、いやなんかえ、あこれトルネねえわ、あの流行りの、俺動画で何回も紹介したこれ、最近流行りのスケラっすね。え違う、アイスイズあるわ、あれ待って、どういうことどういうこと、アイスイズあるから最近話題のやつじゃないのかな、最近話題のだとねトルネが入ってないんですけど、アイスイズいるんだよな、トルネありそうだよな、いやないどっちなんっていう、このでこれ左側で右側がポイズン削りされてるんでね、よいしょ、その俺はね何プリンセスを左サイド出していきたいよねっていうのを言いたかった。もう俺右どう考えても左攻めるんですけど、まあ、左攻めるにあたって右もねこうプレッシャーかけとくとええ感じにね、はい、さあトルネード使いますけど、もうその頃にはねタワーないよと、金ギドできてもねタワーなかったら負けですからクラロワ。さてはめちゃ強い枯渇デッキをね見つけてしまったかもしれない、やりゴブいいな、これにウッドとかトルネとか使ってくれたらもうやり放題なんで。ザッピーね、ザッピーはねトルネード入ってません多分、スケキン、あースキラかな、でザッピー咲いたんで、まあ、端前マイティも強いね、それこそ使ってきたら飛べばいいんで、使ってこないタルーかな多分ね、スキラだと、おなんかミスってる、えめっちゃ熱くねそのえこのアドやばいぞ、これさすがにアド取ったんでやりに行きます、めちゃくちゃ今、あーボーポイうまいね、
いや一応ねおっちゃんが入ってんだけど、いや呪文がね相手に出てないんですよねまだ。なんでまあタルかな、ムートスケラってなったら多分タルババかなと思いながらの嫌な目でしたねでヤポイなのかな。そうしたらこのヤリゴブ2体のチクチクでさえ嬉しい。チクチクいいね。いやこれスケキンとかにも強えわ。やっぱこういう小物系ってスケキンとか、まあなんだろう、ああいう範囲ゴーストバルキリー厄介になってくるけど、そこに対してのこのマイティとアウトローが強い。ヤリゴブギャング使わしてからのよいしょ。さあまあ矢の雨ね割ってねんじゃね。さああれまあザッピーが来るとまたでも話は変わっちゃうんで、ザッピー来るけどみたいなとこあるよ。うう、いや結構暇になるね。まあいいこと、余裕があるっていうこと。よいしょ、まあ、これザッピーでセパで受けられそうっすね。なんか嫌なんで嫌なんで、ああぽいね。いやボーポイ偉いな。しかもユニットで今回守ってきてんのやばい。いやでもなんか突破されない顔してる。突破されるのかな。これヤナミクル、そうっすね、この下ヤリゴブ最強になります。下ヤリゴブ最強なはず。これ相手呪文使ったね。このゴーストで陸受けを出したところをしっかりゴブリンバレルが刺さってく。ありがとうステキ。うん、いいっすね。あとはもう俺左上危ないだけなんで、左上じゃない右上か、ここだけ徹底してあげて。そうっすね、この低めヤリゴブマジで最強。ヤナミ使ったね低めヤリゴブやばいよな。これなんかちょっとうざそう。ちょっとどころじゃねえやん。あ落ちたやんさあ、いやこれいいな、ヤポイね。多分ね、まあ、きついのは、まあ、ウッドの公開ってホグとかね、 2.6 グとかきつそう。まあわかんないですけどね、どうかはやってみないと。こんだけ呪文打ちたいカードあるとね。来ましたすげえな、音玉的なね。言ったすぐから、あでもこれいい感じに、あでも26ではないですね今回の相手は。クエイク、いや 2.6 オグのゴブリンなのかなさあホグとか言ったらホグ来る。嫌なんですけどね、マッチングはしたくないけど、なんかダメージリードはすげえ、まあ、相手が攻めてきてくれたんでこうなっているだけ。まあ、マスケやばいね。ぶっちゃけこのプリンうざいだろうな。さあまあ取り、まあ、ウッド使ってもらって、おうい延命していく。これでもウッド使ってるんで俺はすごい守りやすいっす。多分何でもいいけど、これマイティでウッド使ったんでギャング添えてあげて、なんか延命したいよね。いやーめっちゃいいウッド。これゴブリンいるんですよね。バレル飛ばして
裏にゴブリン来るんで手前にバレる。はい、あーエレスピアずるいよ。もう俺の気をつけないといけないのはもうホグ攻めウッド、あの守れない完封が無理なんで、まあ、ゴーストで頑張りたいみたいな。ゴースト結構大事かもですね。雑に裂かない方がいいかも。ゴースト以外で雑に裂いて相手のカード見ながら、アイゴルマルなの 2.6 億のゴブリンが立つよ。さあ、まあ、プリンセス、いやゴーストあいつマジめっちゃ強いやん。まさかのライトニングでした。予想できた人いる？ずっと使わして、いやーちょっと怪しいねこの展開。いやウッド回っちゃう。いや入ってる。よしよしよし、お前ギとかもこれ出しとけいいやろこれ。なんでやねん。さあもう高め高めでウッド使う。ライトなんでこのアウトロめっちゃ強い。よしよしよし、攻めウッドまでセットできそうだけど、これやばい。いやでもさすがにねこんだけユニットいたらね、これ5だったら終わってたなって気はしてる。どうだろう。いやマジただ耐えてる。いや俺のバレル飛ばす位置下手だな。きそう。あーライト削りか、これやばい。俺の負け筋っすね。いやマジで負ける。おいせこくね、ちょっと待って。ワンチャン左刺さな。うわー危ねー危ねー。右バレル入った。よし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 、いや左右が右バレル入った。左最後ずっとしといてよかったでもウッドがね、ウッドがね、いやー危ねー。これファイバーだったら負けてましたね。よかった耐えました。まあゴブリンとかね、やりこ分もね、チリツモっすよね。あんだけ数いるとねはい、でもあとふたしちゃってる。さあペッカ来てくれたら嬉しいと前してたけど、スケキン、スケキンスケラかな。スケラ多分相性いいんで、スケラだったらすごい美味しいな。多分最近流行りの小屋スケラに相性取れるんじゃないかな。いやーめっちゃ小屋スケラっぽいけど遅延スケラもある。誰だったら延命。キング起動、お話題の小屋スケラちゃんですね。これは相性いいんですよね。もう低めやりゴブこれ最強っすよ。相手ポイズンタルバワなんで、やりゴブにポイズン打つかってなっちゃうんですもんね。タルサイター、いや右でもよかったけどね。ゴースト投げ取ってるし、いやーめっちゃいいスケキン。これやばい。マイティ頑張って。いやマイティ、いやマイティめっちゃ頑張れるいやだいぶ頑張れたな。さあこれなんかちょっかいかけよう。おいポイズン咲いてる。それ甘えてね。結構苦しいよこれ。苦しいよ。いや結構入るよ。ギャングってね
舐められがちですけどね、火力高いんだね。いや、いいね。まあどうせタルあるんで内側で一発入ったら美味しいなぐらいの。あ、タルない。あー、うまいな。間に合わんか。まあこれでも相手の攻めがお上手、お上手。ね、無視して攻撃に回すね、コスト。いや、これはね、うまい。が、俺が勝つ。うまいやつがね、勝つんじゃないんですよね。よく言うね。はい。強いやつが勝つ。痛いな。やべ、とか言って負けそう。ゴーストか？ゴーストの受けがもしないようで。ホームランホームランしたらね、意外と事故ですよ。タルババ使ってる間に、こっちのね、高めのギャングとかがね、頑張って、マイティも頑張っちゃって、え、マイティも頑張りすぎてない？さあ、やりこぶもなんかどっからか。ドイツが投げてんのかわかんねえけど、射程長いんでね。いや、危ねえ、ホームランで。ね、決まりましたね。野球俺さてうまい。というわけで、こちらの、まあ、陸大量ね、変な枯渇デッキ、皆さんもやってみてください。お疲れちゃんでした。またね。